おはようございます。仏教の超基本チャンネルです。本日は縁結びのご神仏としても知られる千手観音様について解説いたします。千手観音様は観音様のお姿の一つです。大きな慈悲の力を一番に強調した様子がこの手の量になっています。瀬津商店にお祭りしている11面千手観音様はお顔が11、手が1000本あるお姿です。他にも1000本の手にそれぞれ目が1つずつついている千手千眼観音様のお姿もあります。観音様は全部で33のお姿に変化するとも言われています。どうして手や目がたくさんあるお姿なのでしょうか。それは一切衆生を漏れなく救う、つまり私たちのすべてを漏れなく救うという誓願によりこのようなお姿になられたと言われています。ではなぜ1万本ではなく1000本なのでしょうか。多い方が良ければ万寿観音でも良さそうですよね。実は本当に1000本あると考えられているのではなく、1000という数字は広大無辺を表しているのです。広大無辺というのは果てしとないという意味です。それだけ観音様の慈悲は広く大きいということです。千手観音様のご神言はオンバザラタラマキリクです。瀬津商店の商店堂にお祭りしている11面千手観音様にはオンマガキャロニキャーソワカ、わらべの里にお祭りしているわらべ観音様にはオンマロリキャーソワカと唱えてください。わからないことがあれば何でもコメントしてください。チャンネル登録、インスタグラムのフォローもお願いします。ありがとうございました。